こんにちは。こんにちは。アートダーファミリーです。本日はダイエットの途中経過報告。パチ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 。ということで、約1ヶ月前ぐらいですね、ダイエットを始めますということでお知らせ動画をアップさせていただきました。それから月日は早々と流れ1ヶ月ちょっと経ったので、皆様に動画でお伝えしようかなと思ってこの動画を撮っています。どうでしたかこの1ヶ月間まず。いや、正直まあ楽ではなかったよね。そうだよね。今までほら好きなものを好きなだけってわけじゃないけど、うん、結構ね、そう、動画を見てらっしゃる皆様はご存知だと思うんですけれども、うん、いろんなものを、うん、たくさん食べてた我が家ですから、 それがやっぱりね今の食生活に変わったということで、うんうん、まあ全くその揚げ物を絶対食べないだとか、うん、お肉を食べないだとか、うん、そういうダイエットはしなかったんですけれども、途中こうチートデイを入れたりとかね、うん、そういうことでたまには美味しいものを食べようとか、食べたいものをある程度食べようとかって、うん、いうふうにしながらやったんですけども、でもそれでも今までみたいに好きなものを好きなだけ食べるってことは要は一回もしてないわけじゃない、うん、肉を食べようよっつって肉は食べてもやっぱりカロリーのある程度をこう見て食べたりとかしてたわけだから、まあ正直きつかったことはきつかったですよね、うん、まあだけどダイエットで楽なダイエットってないだろうね。ないからね。そう、うん、いやでもこの1ヶ月でね、うん、俺はだいぶね、うん、痩せれたかなとは思った。あ本当、うん、結果は出たんだ。結果は結構ね出たかなと。なるほどね。いいですね。よかったよかった。あれじゃあ大体どれぐらい減ったかっていうのみんな言っていこうか。そうだね。1ヶ月ちょっと経ってダイエット宣言を動画の方でさせていただいて、1ヶ月ちょっとですね経ってどれぐらい減ったかということをお知らせしたいと思います。じゃあパパさんからいきたいと思います、はい、パパさんですね、本日現在で 4.1 キロ痩せました。パパのこの 4.1 キロっていうのは約この1ヶ月ちょいの間で 4.1 キロ落としたっていう話で、そう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 、もう過去数年に遡るともう何キロなんだろうっていうぐらいの、ね、そうだよね、うん、一番マックス時の時から比べるとどうだろうな、もうちょっと細かくは計算してないけど30キロ以上は多分痩せてますね、うん、すごいよね。まあ、だけど短期間でがっつり落とそうじゃなくて、うん、まあ長い期間で見て少しずつ何年もかけてね。だけどここやっぱり宣言してからやっぱり4キロガクってまた落としたから、そうだよね、うん、もう最近やっぱりあの動画で出てでもコメントで、うん、いやパパさんすげえ痩せてるよっていう、パパはすごいもうね、うん、コメントいただき、うん、だからやっぱり本当にそれこそうち動画始めて6年とか経つから、うん、その頃始めた頃がやっぱりかなり太ってたから、うん、その頃から見ていただいてる視聴者様なんかは多分こうびっくりするぐらい、うんうんうんだよね、痩せてるんじゃないかって自分で言うのもおかしいかもしれない、うん、でもそうだと思うよ、うん、だって自分で見てもびっくりするもん、ね、だから去年のズボンを、うん、今回あの迷彩のズボンをかあの履いて出かけたんだけど、それもやっぱお尻のところがもうブカブカ、ウエストなんかもブカブカだし、うん、お尻もブカブカだから去年とあの今年、うん、今ではまた違ってる体験になって、そうだよね、だ毎年ズボン買わなきゃいけない、うんでじゃあ次私でいいですかね、はいはい、私はダイエットを開始してから 4.8 キロ、はい、約5キロぐらいかな、おお200グラムサバ読むと約5キロサバ読むでも約5キロ大きいじゃない、大きい、減りましたね、うん、それではママさん、ママさん、はい、私はですね開始してから 3.1 キロ減りました、はい、お3.1 キロ、はい、ママの体型で 3.1 キロ、ね、いやママの体重で 3.1 キロはすごいと思うよ、うんうん、だって俺はだって倍以上あるからね、そうだよね、倍以上あって4キロしか痩せてないから、うん、だからそれ考えるとママの体重で3キロはまあ頑張ったんじゃないかなというふうに思います、うんうん、俺はですね、はい、まあ開始して1ヶ月で5キロ痩せました。おお、結構夜歩きに行ったりとかね、うん、したりしてたし、そうだよね、うん、いや順調に落ちましたですね。まあだけどこのダイエットを始めて1ヶ月とか、うん、まあ、これぐらいがやっぱり一番落ちる時なのかな。だよね、うんうん、
だからまあこれからのことをね、うん、お話しさせてもらうと、まあ一番こう大事なことは、うん、もう現状維持まあ別に自分に甘くするわけじゃないけど、うん、現状維持はまあしていかなきゃいけないなっていうところがまず一つですよね、うんうんうん、これからはあんまり、うん、落とす落とすってことを考えすぎてると今度逆にどん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 今ストレスが もうかなり溜まってきてるから、うん食べられないストレスがね、うん、溜まってきてるから、ね、だから現状を維持しつつ、うん、まあ本当に少しずつでも、うん痩せていければいいなという感覚に変えていってもいいのかなっていうふうに思ってます。うん、うんうん、まあ少しでも結果が出れば、うん、まあ一気にね、うん、ガンって落とせばいいかっていうと、うん、まあそればかりではないとは思うんですよね。うん、やっぱりダイエットって継続が大事だろうし、うん、ストレスをどこかでこう抜きながら、うん、やっぱり継続していかないとずっとストレスになっちゃうと、うん、多分バーンって弾けちゃって、うん、またドカ食いザーってしちゃうと余計今までの体重よりリバウンドなんてこともありえないくはないみたいですから、うん、今までの私、ね、そうなんで先ほども言いましたけどチートデーと言って、うん、やっぱり食べたいものを食べたい時はある程度食べる、うん、ね、うんまあ、食べたいものを食べたいだけ食べるはちょっとダメだけど、うん、食べたいものをある程度までは食べるっていうのはいいのかなというか、うん、思うよ、うん、していこうというふうに思います。うん、うん、だからダイエットをこうやめたとかではなくね、うん、5日に1回だか、週に1回だか分かんないけれどもそういう感じでやっぱり食べたいものはある程度食べていくということで、うんうんうん、まあそれと食べた時はまたその前後の食事をこうセーブするとか、うん、翌日の食事をセーブするとかそういう感じでこうやっていくのが、うん、こう長く続けていくこう何秘訣、うん、なのかなってやっぱり継続が大事だからね、うんうん、それは本当にそうだよね。そうだよね。だからだんだん少しずつ食事も緩くなっていく可能性はあります、うんうん、可能性はあるんだけどこうやめるとかではなくて現状維持しつつ、うん、目標はもう当然少しずつでもこう減量しつつ、うんうんっていうことはやっていかなきゃいけないんだけどね。そうそうそう、うん、そうです。今回のこの1ヶ月ちょっとの間、うん、主に気をつけてたのは食事だよね。食事だね、やっぱりね。大体みんな食事で体重落ちてるんじゃないかなっていう感じだよね。そうそうそう、うん、で歩ける時はこうウォーキング、うんうん、夜行ったりとか、うん、そういう感じで、うん、なかなか運動エクササイズはできなかったんだけども、うん、ウォーキングぐらいはやってきたかなっていう、うん感じだよね。だよね、うん、まあだけどいろいろ食べたいものありますわ。ありますね。あるよね、うん、何食べたい今。何食べたい皆さん。うん、焼肉が食べたい。俺も焼肉食いたい。焼肉いいね。やっぱ甘いものも好きだから、うん、ケーキとか、うん、大福とか、いいね、うん、そういうの食べたいね。食べたいね、うん、私は好きなホテルのホテルビュッフェが食べたい。ああ、ホテルビュッフェね。ナポレオンパイが食べたくて。ああ、大谷だ。大谷だよね。いやー、美味しそうだな。でもいいんじゃないかな。そう、たまにだったらね。たまにだったら。ほんとチートデイだったらいいかなって思ったりとかするから。ママは？ママ、フルーツをお腹いっぱい食べたい。ああ、フルーツね。うん。フルーツって俺バナナよく食べる。そうそうそう、うん、ね、今回ねバナナがデザートだもんね俺の今の。そう、うん、あれはフルーツじゃなくて俺の中のデザートになってる。そうだよね。それも半分で一日半分だから今までさ例えばプリンを食べてたとかカステラ食べてたとか、うん、大福食べてたとかっていうのが、うん、基本的にね食べなくなって、うん、その代わりにフルーツを食べたりだとかあと今結構糖質オフのデザートとかパンとかもそうだけどいろいろあるじゃないですか、うん、だからそういうのにシフトしていってたからだからバナナがデザートになったんだよね。そうなんだよね。本当だよね、うんうん、はい、ということで本日はダイエットの途中報告させていただきました。それでは本日も動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。